思い出箱の使い方、写真や動画を見返しやすく整えよう。もっと我が家らしい思い出箱にするためにアルバムを作ってみましょう。自分で選んだ写真でアルバムを作ることができます。今回は子どもが学校で作ってくる作品を集めた作品集アルバムを作っていきます。カレンダーでアルバムに入れたい写真がある月や日を表示し、三角ボタンでメニューを表示します。アルバムに入れるを選択して決定ボタンを押します。アルバムに入れたい写真を選択し、丸ボタンで決定します。新しいアルバムを作るを選択し、アルバム名作品集と入力します。確認画面が表示されるので、はいを選択します。これで作品集アルバムが出来上がりました。アルバムに入れる写真や動画を選ぶときは、1枚ずつ選択ボタンで選んでいくこともできますし、表示されている写真全部を選択する場合はプラスボタンで全選択、ここからここまでを選択したい場合は三角ボタンで範囲選択を使うと楽に選ぶことができるので、活用してみてください。アルバムは好きなだけ作ることができるので、あなたの振り返りやすいアルバムを作って楽しんでくださいね。カレンダーに表示しない非表示アルバムを作ることもできます。メモ用の写真など家族で振り返るのには向かないけど消したくない写真や動画はアルバムにまとめて非表示アルバムに設定しておきましょう。リモコンの三角ボタンを押し、表示されたメニューから非表示アルバムに設定することができます。他にも写真や動画を楽しめる機能が満載です。いろいろな機能を使ってあなたのご家族らしい特別な思い出箱に育てていってくださいね。